はい、レーシングドライバーの佐々木正弘です。トヨタイムズの森田京之介です。佐々木さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、東京オートサロンの会場に今来てます。はい、どういう内容か知ってますか？私オートサロン初めてなんですよ。はい、え来ちゃった。来ないって言ってますよ。いや行ったんだけど来ちゃった。社長です。やっぱりね、もうここに来ないとね。そうですね、初めてないね。びっくりしました。私今オートサロン今日初めてなんですって言ってたら、はい、説明してる間そんな説明とかも吹っ飛んでしまいました。いや、2人やるでしょ。これからやるでしょ。そうです。はい、今ですね、今日は、オートサロンを説明してたんですよ。はい、実はこのオートサロンっていうのはですね、はい、車好き、運転好きの祭典です。カスタムカーの祭典です。で、そこに、僕と森田さんが一緒に練り歩いて、はい、この雰囲気をですね、会場内の皆さんにお伝えしようと思っていたら、急に社長が来ちゃって、ちょっと来ちゃって、でも全部思った通りやってもらえないで。あ、うん、了解です。ね、思った通り。はい、じゃあ僕は時々存在を消しながら。それはちょっと難しい。はい。じゃあちょっと行ってみましょうか。行きましょう。はい。行きましょう。お願いします。じゃあ急に3人になりました。とりあえず、はい、スバルに。スバルね、はい、行ってみようかなと思ってるんですけれども、スバルね、はい、今回 GR86、うん、僕ら、86出させてもらってるんですよ。兄弟社の BRZ 開発してる、井口拓人って知ってます？社長知ってます。スーパー体験出てたよね。スーパー体験出てますよね。どっかの A ドライバーやった。そうですよね。彼がですね、BRZ のところにいるっていう話なのを聞いてるので、うん、でも彼が本当に青色になったのかね。青色、はい、どうなんだろうね、はい、紫なのか。そうですね、赤か青か。そこをちょっと確かめてみよう。てるんですよ、うん、何色になったかね。あれ、あ、早速あれ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。去年のシリーズチャンピオンおめでとうございます。おめでとうございます。はい、あれダンロップも初めてだ。そうですね、はい、どうぞ。スバルロップダンロップも初めて。ダンロップスバル初めて。そうなんですよ。しかも駅伝は2位。駅伝は2位、そうだ。はい、年末年始にかけて、ああ、スバルはもうガンガン盛り上がってるんです。そうだね。なるほど。途中オーバーヒートしない。そうですね。そんなところでですね、はい、この今回このスバル BRZ、僕らの86のと兄弟車なんですよ。はい、それをですね、井口選手がちょっと説明してくれると思います。タクティ、これ、はい、この BRZ ね。はい、なんかいろんなのついてるよね、これ。これはもう完全に STI パフォーマンスコンセプトなんで、うん、多分まだ販売されてないパーツも一応つけてあるんですけど、うん、でもほぼほぼもうこの状態で買える状態の、うん、乗りました。どう？いや、めちゃくちゃまたノーマルと純正と違って、うん、走りをもっと楽しめるような仕様になってます。なおかつね、チャンピオンも取れましたんで、はいはい、結構価値があるというか。なるほどね。はい、車両に仕上がってます。自慢してる？はい、すいません。厳しいツッコミですね。これは、BRZ の井口さんモデルみたいな、そういうことなんですか？いや、これはもう STI パフォーマンスなんで。それを井口さんのカスタムを加えてるんですか？これは、違います。あ、これ違います。これはもう STI さんが作った車両で。でもこれを買ったんですか？これじゃなくて、何もまだついてないノーマルの状態の車両を買って。これから？このあと日後ぐらいに多分納車なんですよ。なるほど。そこからガンガンカスタムしていくと。イエス。ちょっと今の社長が、はい、社長はもう大変なことになります。あれ STI の社長の平岡社長という方で。もう社長もこれ今回新年の挨拶の場というふうにおっしゃってましたから、はい、こうやっていろんな方と出会って明けましておめでとうございますの挨拶が。まあまあ俺ら置いてけぼりかなってちょっと寂しい。これはここでやってればいいんですか？やってればいい。社長実はですね、15秒アタックっていうのをやってまして、車に、携わる人が、この車の特徴だったりこのスバルの車の特徴を15秒でまとめて言うっていうのを、今からやってもらおう。はい、わかりました。ちゃんと私カウントします。はい、15秒ね。はい、はい、よーいスタート。はい、スバルドライバーの井口拓人です。スバルはですね、安心と楽しさを伝えていきます。そして老若男女を楽しめる車を提供していきますので、ぜひ応援してください。
全然まだ足りてない足りてない13秒ないしこの車のこと何も言ってない。ビアルデッドマイルドな乗り味、本当皆さん楽しめると思います。はい、3秒過ぎてるね。3秒過ぎてる、はい、これドボンなんで、あの1、2秒じゃ無理ですもん。ドボンなんで NG、はい、NG で、はい、カット全カットでお願いします、はい、というところで、あの今このこの時代にやはりこの FR スポーツ、はい、このスバルも出してくれてて、うん、僕らがね本当に運転しながら楽しめる車 で、うん、でまあ、タクティはスバル側を、はい、あの味付けして、僕は GR86 側を味付けしてます。でこの乗り味の違いっていうのもいろいろね、その乗り比べしてもらえればだいぶ分かると思いますし、うん、僕らはね本当にねスポーツカーに振ってる、そういう車になってるんですけども、はい、どっちかというと BRZ は、一般道からワインディングぐらいの本当にマイルドに皆さん楽しめるような領域で、どちらかというとやっぱ乗り心地とかがいいかなっていう感じの仕様ですよね、うんうんうん、はい、はい、であの86乗ったらもう一気に乗った瞬間にハンドル切った瞬間に、うん、これ楽しめるみたいな結構こうなんか今まで以上に差がこうついてるようなイメージがあるんで、どちらとも楽しめる感じがします、うん、はい、はい、そんな感じです、はい、それであの、はい、記者発表の時にね、はい、あの86と BRZ の、はい、赤と青とか言いながらさ、はい、なんか最後変なこと言ってたでしょ、紫みたいな、紫って、ね、うん、ちょっと、うん、やっぱ小学生とか絵の具を使ってて、うんうん、青と赤混ぜたら何色になるんだろうなと思ってずっとイメージしてたんですよ。したらまあ、うん、こう、うん、おお、来てる。一瞬も紫になるんで。通りでパンパンだ。非常にパンパンだなと思ったけどね。ね、うまいことやってるね、仕込みが。ね、はい、こんな仕込みまであるわけ。そこまでやってるの。もうあのちょっとでも目立つためには何でもやります。さすがに全部は脱がないんだ。ね、じゃだから今年はこの場で今年はちょっと青をね、はい、青をきっとプロモートし、うん、すると思います。そうですね、うん、じゃそこはでもね、あのいい意味でこう競い合って、はい、それぞれの味が出てくると、そ、ね、しかもこんな FR スポーツの仲間とライバルが来たってのはね、これはね、チャンスをいただけたので、うん、面白いと思う、はい、盛り上げていければと思ってます、はいはい、社長じゃあ次に、はい、タクティも連れてっていいですか。いいです、はい、行きましょう。もう一気に4人になりました。だんだん増えてくってる、はい、なんかブースになってる。これブースなんですよ、多分トークショーやりながら。そういうことですか。あとこれ一体にこうシートが味わえるっていう、多分、うん、あ、これね、こういうプロモーション。毎回これやってるよね、はいはい、ここあの社長シートも、うん、SI のシートもそろそろこう社長がだいぶ、うん、こう細くなられたので共有できるから、はいはい、なのでちょっとシートをですね言えてる作り直しましょう。いや本当にそうでしょ、はい、昨日、うん、出たばっかりのこの LX、うん、これをですねもうカスタマイズをしてるメーカーさんがあるんですよ、うん、ジャオスさんって言って、うん、まあ、小倉クラッチの、うん、有名なあの群馬の、うん、会社なんですけど、あれ社長、社長、あれあれ佐々木さんよ、おどうも、はい、これお使いいただいて、ジャオスの赤星と申します、はい、ありがとうございます。赤星社長です、うん、はい、あの群馬の横田社長と一緒に、あ、はい、どうも、開けましておめでとうございます。開けましておめでとうございます。社長せっかくいい車をもう勝手にチューニングしちゃってる、ね、佐々木さんも勝手に、だから GR86 をかつてだったね、かつてはトヨタ自動車ね、はい、こういうのはね、はい、ものすごく嫌がった、はい、はい、でも今はね、この中でどれだけの車をね使ってもらえるか、はい、っていうそのシェアを戦ってますから、はい、昔は本当にこのオートサロン来るとトヨタ車って本当に少なかったじゃないですか。そうそう、だから今パッて見た瞬間にすごいハイエースぐらいしかな、はい、量ですし、で昨日出た車をねもう速攻でこういじって、一昨日記者発表、はいはい、赤星社長、はい、実は15秒チャレンジっていうのをやってます、はい、15秒で言いたいことを画面に向かって、はい、あの言いたいことがあるじゃないですか、はい、LX で15秒って難しいんだよ、はいはい、たくさん伝えたいことがあります、はい、うん、ちなみに彼は全然できませんでした、はい、僕13秒でもいっぱいいっぱいだったんで15秒いきますね、はい、測ってますよ、はいはい、じゃあ用意スタート。はい、ジャオスの赤星でございます、今回レクサスさんが一昨日記者発表した LX600 のオフロードをカスタマイズさせていただきました、ぜひご覧になっていただければと思いますのでよろしくお願いします。ダメだあでも14秒、はい、14秒、まあ、今一生懸命喋ってるんですけど車のことが1個もそうそうそう単なる自己紹介で車のことちょっと
と説明してもらっていいですか。そうですね、はい、でも本当は速い車はより速くしたいっていうのがあのやっぱりオーナーさんだったり我々の要求で、まあ、佐々木選手含めて86をさらに速くもっと、うんうん、我々これをパーツだけではなくてモータースポーツもこれでチャレンジしたいと、うん、やっぱりダカールで車体さんがやってるんですけど、うん、これでまだちょっと明言はできないんですけどモータースポーツバケットシートをロールゲージ入れて LX 堅牢性だったらアクロスの派生は持ってる車なんでそれをさらにあの踏み込んで我々アフターがやっていこうというふうに決意を固めましたね。あ、実はあの、うん、この LX ってオフロード仕様っていうのはグレードにあるんじゃないですか。今回できます。それを使われて、うんうんうん、あのやっていこうっていう話なので、やっぱりモータースポーツを起点にあの社長が言われてる、うん、僕らがやってることをちゃんとあのやっていただいて、うん、モータースポーツを起点にやはりいい車作りっていうのをやられてる、はい、と思います。はい、一番なんかやりづらかった点ってそうですね、あの未発表の車でしたので、うん、ものすごく気を使いながら開発させていただいて、さらにまあレクサス最上級の SUV ですので、うん、我々が今まで試したことがなかった、まあ、あのカーボン製のパーツであったりとか、まあ、そういったものをこの車だからできるっていうところで苦労したというよりは今までやりたかったことが、この車でできたっていうところでいうと非常にあのいい素材で本物の車なんで、あの本物のパーツを用意しようというあのそういったあの気持ちをいただけたというか、はい、この素材自体もかなり軽量化してるんですよ、実は、うんうん、今までの LX よりかなり軽量化、200キロ前後軽量化して、うん、でボディ剛性もかなり上がってます。ただその今まではなんかトラック乗ってるみたいな感じがちょっと強かったんですけど、うんうん、今は本当に乗用車乗ってるみたいな感じで、だからモータースポーツに多分使われたいと思うぐらいの乗り味が出てる、うんうん、ドライバーさんみたいな、すごい、あれよく知ってますね。いろいろね、いろいろやってるんです。もちろんドライバーさんじゃないですかね。はい、一応早いだけじゃ今ドライバーさんじゃない。でも中近とは行くとね、ダウンヒルはあのいわゆる本当にね、はい、普通のデイユースの仕事に使う車、はい、ただ夜ね、夜その中近東でタキシード着てね、うん、だからパーティー行くっていうとレクサスか、うん、2台持ってます、ね、だから2台持ってます。同じね、橋ができてもね、用途によってね、うん、使っている、うん、だからこれは本当にダカール出たらね、はい、どういうね、うん、印象を持ってもらえるのか、うん、そうですよね、かっこいいですよね、すごいと思う、まあ、ダカールか、まあ、北米というとバハっていう、ああバハね、いろんなシチュエーションで、まあ、今回この LX をオフロードで走らせたいという思い、その思いだけで、ね、まあ、とりあえず今準備をしようと、新しい味付けをしてくれたって感じですね、はい、で今回あの、うん、皆さんあの小林氏もいらっしゃいますし、うん、あのちょちょちょ、いろんな方にミスターランドクルーザーミスターランドクルーザーどうしたの15秒のあれやらせてあの小林さん、ね、はい、あのランドクルーザーのチーフ編集、なるほど、いや僕は今は違います、だいや長いことやったんだ今社長からご用命がありましたので、あの15秒でですね、あのこのランドクルーザーの魅力をですね、15秒、はい、あのオーバーしたら罰金だから、はい、というところで15秒で、はい、いいところをよろしくお願いします。くじべたなんて何もできませんけど、ランクルはまあ、世界で多分トヨタ自動車世界で一番愛されている車と自負しながら、まあ、逆に私も相手も全て一対一で喋れる車です。あの何でもかんでも、我々に、言っていただければすいませんが、あの叶える車にしていきますし、将来も向けてラングルは、幸せの量産をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、素晴らしいんだけどさ、倍かかってるから、当たりはまらない。もしかしたら使われないかもしれない。15秒のコマーシャルが1個飛んだってこと。オートサロンでも、あれでしょ、ランクルっていうのは素材にね、使われてる一つであったし、でもちょっとそこにね、新境地が出てきてるとかね、新しいページを開いてくれた気がする。ネクストチャプターで、はい、あの多様化するやっぱりニーズは、感じてるところで、そこにレクサスさんがオフロードっていうグレードを新しく設定してくれた。社長、これにこのオフロードをつけてくれて本当に嬉しいんですよ。前のレクサスについてる。ついてる。アメリカではあの OR と言って作ってくれてましたけど、あ、まあ、あの世界展開はやっていないので。それで今回、うん、はい、グッドニュース。ありがとうございました。ありがとうございました。社長も知らないグッドニュース。はい。ありがとうございます。
はい。社長いただきます。はい。ミサミサ。あ、私実は、うん、ここですね。うん、あここか。そうなんですよ。ここのブースで。あ、ここはそうだったんだ。今回も、うん、小倉小石さんね、うん、あれだったんですよ。目玉商品があったんですけれども、うん、まあ、こういう感じなので、うん、時期もそうですし、うん、ちょっと増えてきたっていうところで急に月曜日、うん、出品取り消しになっちゃってるんですけども、うん、まあ、残念なんですけど、うん、はい、でもね、小倉さんからも僕ね、LINE をもらってね、やっぱりいろんな方へのね、安全を考えてやるっていうのは、まあ、その決断はね、大事だし、はい、でもなんか相当なね隠し玉があったらしいよ。そうなんですよ。見たかった。残念だな。この場じゃなくて、はい、どこでいつやるかが期待できますね。はい、楽しみ。だから今年の小倉クラッチぜひご注目いただきたいと思います。これに貼るとさ、オートサロン事務局から叱られるよ。絶対叱られると思うよ、こういうことすると。ねえ。すごい。すごい。これ後で僕 LINE で送るんで。いやー、これ小倉クラッチと関係ないからね、これ。そうですね。すげえ。すごい。すごすぎる。特別感半端ない。ちょっと日産行ってみようかな。おお、名前出てるじゃん、名前。あら、佐々木さんが。あ、これブリヂストンだから。ここブリヂストン、ね。そう、これ日産かと思った。これがあれでしょ GT500 に出る、うん、これ実は Z34 っていう型式なんですよ、うんうんうん、いわゆる、うんうん、今 Z30Z31Z、うん、32Z34 でまで継承してるんですよ、形式、うんうんうん、でこれ新型なんですよ、形式一緒なんですよ、うん、Z34、うんうんうん、なのでなんですけど新しいですね、エンジンを積んで、うん、新しい形なんです、うん、ほう、なので、まあ、新型 Z は Z です、うんうん、ただちょっと説明する人が欲しいなと僕も思ってるんですけど、詳しくできる人が誰かいないかなっていうふうに、なんで34のままなのかっていう話ですよね。そう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 、それと何、自分の車の番号と同じだから。あじゃあやっぱりそうだった。あ、そうだった。違う、そこは違います。赤ではないんですか。赤じゃない。僕は赤です。赤ですよね。僕は赤です。あ、よかった。もちろん。フェアレディ赤。フェアレディ赤。やめてください。そっちの赤。そっちの赤だったんですか。だって34ってやばくない。そうですよね、デザインの方。ああ、はい。突然で、こんなのもありなんですか、これ。すごいな。今のお話聞いてみました。はい、すいません、これちょっと企画でですね、はい、僕と本田森田さんと2人でトヨタイムズの練り歩きっていうのをやってたんですけれども、はい、よく知ってます、はいはい、急遽ですね、私が入ることになっちゃった、はいはい、と井口選手が入ることになっちゃった。内田社長いじったがまあ、はい、Z のデザインで入江さんも、そっか、ありがとうございます。もう年初からいじりましたから。あ、年からいじりました。でちょっと僕が気になって、はい、僕車好きで、はい、本当に自分でも大好きな車大好きなトヨタなんですけれども、今回この新型 Z なんですけど、はいはい、形式が Z34 じゃないですか、はい、それはなんでですか。それですか、はい、そこ行きますか、はい、まずそこから聞きたいなと思ってます。あ、そうなんですか、はい、あの内装とか見ていただけると分かるんですけど、はい、いろいろ流用しているところがありまして、うんうん、それで、まあ、形式はそのままと。なるほど、はい、何が変わったんですか今回。あ、もうエクセレを一新しましたし、はい、エンジンスペックも一新してます、はいはい、あと足回りも更新してます。なるほど。なので、まあ、はい、ほぼ一新してます。なるほど、はい、でも Z34 っていう名前なんですね。そうですね。なるほど。ただ社長、僕としてはですね、思いは僕らと一緒なんです、うん、この時代に FR、うん、そしてスポーツカーっていうところが、ね、この日産が出してくれるっていうものに僕はすごく共感してますし、ありがたいし、はい、うん、だから一緒にですね、うん、僕らと一緒にこの FR スポーツカー、車好きっていうところを増やしていくっていうのに僕すごく共感してて、しかもね、今回スーパー GT クラスでもね、はい、久々の Z がね、はい、公式車両として復活するし、うん、
はい、あのこういう車も世の中出るし、うん、そういう意味では、ね、この FR、うん、フェアリー DZ っていう、ね、はい、やっぱり日産にはなくてはならない、そうですね、ブランドでしょ、うん、あ、どうぞどうぞ開発責任者、なるほど、なるほど、どんどん増えていくんですか、お越しいただきます、まだ負けませんってね、チャレンジをいただいて、ね、うちの内田が ね、はい、いいじゃないですか、そこも負けないとか言われて、あれで負けますなんて言われると困るんですよ、ね、ね、ね、あの魅力を今聞いてたんですけど、あのまずちょっと言いにくいところで Z34 っていうのはなんで Z34 なんですか、またそこから、はい、ししたそこから言われたんですよ、なんで Z35 じゃなかったのかな、僕車好きなので、いや自己会の会長に相談したかったんですけど、一応そこら辺はお客様のために極力こうなんていうか安くで提供するとかいろんなこと考えると、やはりこう FR スポーツの火を消したくなくてお客様に魅力ある値段でっていうことか、安くはしたいよねってなったりとか、はい、いろんなことを考えると、はい、うん、買える必要あったっていうところのもう、うん、その根本的な問題まで突っ込めってなったんで、うん、確かに買えた方が売りやすいんですよ、うん、なるほど、うん、真面目な話しすぎません、うん、いやいやいや、ということでした、でもやっぱりね、はい、このやっぱりなんだかんだ言って今の時代ね、うん、やっぱりビジネス重視ってなってくると、はいはい、こういう車好きが好きな車だとかね、ましてや FR、うん、FR っていうのはね、あの車好きはね、うん、のハートはいますけど、はいはい、やっぱいろんなね、中のスペースだとかね、はいはい、いろんな取り回しの良さとか、はい、いろんなこと考えると、はい、ちょっと優先順位下がるよね、うんうん、だからこういう時にね、やっぱり日産ね、はい、これをやったっていうのはね、うんうん、もうね、本当にもう素晴らしいことだと思いますよ、あとマニュアルシフトも、マニュアルシフトも、はい、マニュアルシフトも今回上で行って、ああついに、どうぞ、ついにお許しでた、お許しでた、ついにお許しでた、わあすごい、すごい、すごい。これどうやほとんど似てます。こっちか。そういう電動があります。ここだ。ここでこうするんだ。ね、ここら辺34だ。あ、これマニュアルシフト。はい、マニュアル。すごい。ね、まあ、インストは全でもこれもやっぱり Z 伝統。そうですね。はい、ね、これね、昔 2000GT でね、はいはいはい、これやったんです。はいはいはい、3連メーター。ね、だけど、やっぱり Z はあの時ね、1960年代から、はい、やっぱりずっとこれをさ、やっぱり Z の顔としてね、はいはいはい、54年目になりましたね、やっぱりね、そんなもんね、ああそれやってくれてんだもん、でも社長、エンジンが、うん、実は V6 の3リッターのツインターボっていう、うん、かなりこうパワーを出してるあの、うん、エンジンで、もともとスカイラインの 400R っていう車があるんですけど、うん、日産に、うん、FR のこのスポーツカーを作った日産っていうのはやっぱり魅力的だし、ね、この車がやっぱり流行ってくれて、うん、でもやっぱり僕ら86スープラっていうのは Z に負けちゃいけない、そうそうそう、はい、うん、負けませんから、改めて言うか、しかもこの壇上で、壇上で見せなかった、すいません、しかも Z の前でありがとうございます、すいません、ありがとうございました、突然すいません、よろしくお伝えください、ブリヂストン、はい、今ブリヂストンブースに来たんですけど、うん、ここでもですね、うん、実はですね GR86 を使ってもらって、うん、本当だ、実はこのブリヂストンは僕と井口タクシーがかなりお世話になってくるんですけど、うんうんうん、こういう、タイヤ、7HRS っていう、あ、これが 7HRS、はい、これなんですけど、うん、これ実はですね僕開発しました、あ、これをね、はい、あ、ほんと、そうなんですよ、で、あ、石橋さんいる、はい、RS、 はい、ね、7HRS、 7HRS、 ありがとうございます、はい、あのブリヂストンです、一緒にもう開発をさせていただいて、はいはいはい、本当にもう楽しめるタイヤになってます、はいはい、あのスポーツカーにしっかり合う、要は GR86 かなりしっかりしたスポーツカー作ったんですけれども、それにしっかり路面に伝えるこの 7HRS っていうのが、うん、本当にねこう相性がものすごく良くて、うん、本当にいろんなサーキットで、うん、フルノーマルの86に、うん、このタイヤをつけるだけで、うん、飛躍的にタイムがボンと上がるようなこのタイヤになってます、なので、うん、一度ですね、うん、社長にも、うん、
このパッケージングをノーマルの86に普通のタイヤ乗った後にこれで、はいはい、行くとこのタイヤの素晴らしさが分かると思うんですよ。まあ、一個自慢していいですか、社長。あの GR86 も僕は味付けさせてもらってるんですけど、この RS も僕が味付けさせてもらってる。このホイールもよく両社長の前でそんなさ、すいません、頑張りやすい。すいません。秋尾社長はもういつもね、秋尾社長がね、タイヤをね、はい、塩加減だと。塩梅がいいと、ね、はいはい、だってね、あのスイカに塩かけたら、ね、甘くなるでしょ、はい、だから塩は塩辛くなるわけじゃなくて、その素材の良さを出す、はい、塩梅、でも本当は面白くないんですよね。いやいや、そんなことない、塩扱いしない。塩梅いいのをどうやって作るかと佐々木さんの部分をおっしゃってすいません、バッチリ。いや本当に塩加減が、それで唯一道とね接してくれる、 そこの伝達をしてくれるのがやっぱりタイヤなんですよ、ね、ありがとうございます、うん、乗り心地も決めるのもそうですし、ああ、そう全部タイヤ、本当にタイヤがだいぶ重要なので、ああ、はい、本当にタイヤですよ。もうあの支えるっていう、もうこの言葉だけで生きてますから、ね、言葉選んでますね。塩梅と支える、これは塩加減。よろしくお願いします。いやいや本当になかなかもう15秒チャレンジができない感じなので、もう一切できないレベルになってます。だからこれ編集して15秒さすがにしますから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの僕らテストでこの部品が欲しいな、クラッチが欲しいな、クラッチ、LSD が欲しいなとか、うん、あの補強パーツが欲しいなって言ったところで、こういう、パーツをですね、うん、作ってる、うん、パッツ屋さんなんですよ、うん、ここパッて見た瞬間に、うん、本当だ、アリスと86なんですよ。本当だ、考えられない。こういう補強パーツでスーパーチャージャー、こういう部品を作ってるメーカーさんです。ダリーでよくね、あ、そうですね、あのクスコ、そうです、ね、走りに特化したパーツをできるだけ作って、そのエアロパーツっていうよりも、ああ、もう本当に走りに特化した、部品を作ってるメーカーさんです。はい、エンドレス、はい、ブレーキ台、はい、お世話になってる、ね、ヤリス、GR ヤリスでチャンピオンの時からお世話になってるエンドレスさんに行ってみたいなと思います。行きましょう、はい、止まるっていうものに関しては多分、うん、日本一、世界一だと思うんですよ、うん、社長、実はですね、これ見てもらいたいです。おお、これでしょ、ザブヤルシー、そうそう、こういうところの止まるもやってくれてるメーカー、うんうん、で、おととし、うん、チャンピオン取った、うん、GR ヤリス、うん、僕らチャンピオン取らせてもらった、うんうんうん、ブレーキもここのやつを使って、うん、しっかりその、止まるっていうものに対して社長にも安心してもらったメーカーさんの、今ちょっと会長をですね、うん、呼んでこようかなと思います。佐々木さんは呼べるんですか。どうもこの間あったあの社長、エンドレスの花本会長の、この SI の場所でありがとうございます。また今年もよろしくお願いします。会長、はいはい、僕らいつも SI の時、はい、水素カローラもそうですし、はいはい、ヤリスでチャンピオン取った時も、はい、社長にお世話になったり、ガズラリー WRC の、うん、ラリーでもお世話になっているというところのメーカーさんです。でここのブレーキはやっぱり、本当にねこう安心して、うん、そうそうね、踏めるじゃないですか。ありがとうございます、はい、いやもう実体験させてもらったんで、はい、最初のうちはねこのプロのドライバーのブレーキのかけ方と私とやっぱり違ったんですよね。で私の技能をこういうふうにしなさいと言った時にやっぱりね、うん、このブレーキだと言って出会ったのは、はい、はい、エンドレス、何でも言ってください、何でも作りますから。それで車を共有できるようになってからだんだんだんと車も良くなる、うん、本当に職人の社長で自分で自ら乗られたって時代もあるし、それをちゃんと形にしてですね、うん、やっぱ自分で乗られて形にして、うん、足りないところもちゃんとやってくれて、うんうん、僕もかなりわがままを言わせていただいてそれ聞いていただいて、うん、実はガズーの86レースあるじゃないですか、うんうんうん、あれのシェアもかなり持って、僕も、開発させていただいて、タクティも使って、もちろんそういう、ドライバーがたくさん使ってるっていうブレーキだった、はい、やっぱりそれでコーナリングが、はい、のスピードが上がるね。そうですね、調整がしっかりうまくできる、ブレーキって止めると思うんだけど、はいはい、やっぱり違うと思う、ね、
コントロール性も高い、それがまた持続してくれる、そう最高なんですよね。そうなんです、はい、オートサロンは、はい、あのアンデルエンドレスさんとかね、皆さんのところに OEM が参加してしまってて、何でも言ってください。都市新井さんいますよ。世界の都市新井さん、ね、こうちょっとだけあの見せるのをやると、もっともっと大きくやったらいいですか。これあのパンフレットなんですけど、もう佐々木さんもしっかり載ってます。どうぞ専用カット、開発をどれぐらい、はい、34番で、30、やっぱ34なんですね。いやいや、ちょっとおかしい、それはおかしい。だからそっち持ってきたかったんですよ。いや、違います、違います。今どうも Z34 と僕を結びつけようっていう、そういうことね、違いますよっていう。そう、だから34っていうのはなんか自分のこの番号を、ね、これですね、 Z34 に憧れがあって、Z34 で、そうだったかもしれないね。違いました、いろいろね、あるでしょ、そういうのはい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました。おこれがいいよ、絵になる、絵になる。ここも、うん、やはり、はい、今回のメインは86です。ほうほう、ほんとだ、まあ、特徴、マフラーなんですけど、うん、あのマフラーメーカーさんなんですけど、うん、このまたカッティングにもこだわって、すごいですね、うん、あのゴルフボールみたいな、表面がそうですね、こだわった、はい、カッティングですし、まあ、あとはですね、マフラー屋さんなんですけど、エアロンがかっこいいですね。これ自分でやったの？これ僕でしょうね。今の言い方そうでしょうね。ちょっと急に飛んだからね。この流れから急に本来のマフラーを見てもらえば、あ、これね、はい、実は、うん、ここらの見える、ここまでヤリスね、レースやってた時のヤリスも、ここのマフラーを使わせてもらって、やってるんですけど、パワーだけではなくて、うん、まあ、振動とか、うん、歪みとか、うん、なんですかね、フランジの反りとか、うん、そういうものに対して、あの24時間を、あのスピードで走っても、びくともしない強度もあるマフラーっていうところで、このフリスボーマフラーってすごく、性能と、はい、初めからマフラー屋さんで始まったの。マフラー屋さんです。なので、富士坪マフラーの富士坪正弘さんをちょっと紹介したいと思います。どうも、富士坪です。いつもお世話になっております。ありがとうございます。だいぶ前にあのスボーでお話しさせてもらったことがある、はい、ありがとうございます。あのいろんなところをこう支えていただいて、マフラーといえばもう老舗の富士坪さんなんですけど、ドライバーといえば佐々木。いやいやいや、森蔵さんも、まあ、うまいこと言ってもらったんですけど、今ですね、正弘さん、はい、15秒チャレンジっていうのをやってました、はい、急に、はい、やりましょう、よーい、スタート。富士坪は90年まあ、自動車業界に関わってきてやってきました。86も新しくなっていいマフラーができてます。 2.4 リッターに見合ったマフラーできてますんで、いい感じにできてると思います。おお、いいですね。大丈夫です。でも何を言ったか全然分からない。いい感じにできてるっていうのは伝わりました。適当なことばっかり。もう本当にすごいいい感じなんですよね。とりあえずね。でも本当にこう今回こうこのなんだろう、オートサロン自体が本当にトヨタと、ヤリス。86っていうのすごい多くなってきてるんで、どうですか、その売り行きというか。いや、もういいですよ、はい、ヤリスもすごいいい感じに売れてますんで、やっぱポテンシャル高いじゃないですか。なるほどね。でもちょっと前のね、前はトヨタはなかなか素材にできなかったじゃないですか、ね、ああ、そうですよね。本当こうやってね、多くのいろんな人がね。で、今回ヤリスも新作チタンで作ったんです、うん、あのラリー用のやつに言ってもいいよね。はい、はい、これ、あのもう認証も取れてんで、うん、あのラリーで使います。あ、本当に、すごい軽そうですね。あ、これちょっとまたがって入ってみたんですよ。で、そのまま持てるんで、めっちゃ軽いです、そうなの、はい、そうです、ぜひ。そんなに軽い、そんなこともできるんですか、これ。お、本当だ、これこれ、あの65歳ですから。でこれが新作で、ね、これね、確かにかなり軽量化ですね。気をつけて、すいません。へえ、すごいね、これ。マフラーをこうしてるっていうのはね、これも面白いね、この。
もう完全にこれは僕はもうアイディアは社長のアイディアだなっていう遊び心ね、まさひろさんのアイディアだなっていう、あんまり深く考えてないですよ。いやでもおしゃれだよ、ね、はい、いいですよね、かっこいいですよね、はい、ありがとうございます。同じにやってもらいますね、はいはい、またいろんな場所で、空気でもよろしくお願いします。こっちで車掌ですね、マフラーメーカーでマフラーを作っちゃったっていう。そういうこと、はい、何なんだろうと思った。まさひろさんの趣味。趣味ね。はい、仕込みです。でも自分では編んでないんですよ。そうです。編んでもらって。ちょっと時間なので、はい、はい、はい、ありがとうございました。また座る靴戻って登場します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。来れなかったんですけど、それはもう趣味の世界じゃなくて、やっぱこの学校の授業として、はい、やりすぎるのかな。